確かにアベノミクスは全くうまくいっていません。アベノミクスを失敗を隠す選挙ではないのか。あるいは9月の内閣改造の後に政治とお金の問題が疑惑が出てまいりました。新任大臣13人のうち8人に疑惑、2人の大臣が辞任をしました。自民党が本質的に持つ政治と金の問題、こうした疑惑を覆い隠す選挙ではないのか。そして安倍総理自身が追い込まれる前に自ら解散をした、そのような話もございます。多くの国民が景気回復を実感をしていない、そのアベノミクスの本質的な問題点を指摘をして抜本的な転換を求める、そして格差の是正を求めるということであります。